今夜県はトルコ中南部、中央アナトリア地方の県。県とはコミヤトルコの中でも最大の県である。人口は99万人のムスリムと8万人のキリスト教徒という構成であり、多くが農業、牧畜を行っている。ベシェヒル近郊のベシェヒルコはトルコで3番目に大きい。古代にはイーコニウムとして知られ、12世紀から13世紀には、 セルジュークはサトルコの首都として繁栄した。オスマン帝国時代、今夜はアナトリア半島の州であり、パンフィリア、ピシリア、フリギア、リュカオニア、キリキア、カッパドキアにまたがる州であった。この州は1864年、古い州であるカラマニア州とアダナ州の西部アダナ、南東アナトリアの一部を再編して作られた。その後さらにアダリア県ブルドゥル県。 ハミドアバド県、コンヤ県、ニーデ県の5つ、県に分割された。工業は絨毯織と、綿や絹の織物、高工業は、クロム、水銀、新車、銀岩牛鉛、岩塩が掘られていた。また、朝、綿、布製品、米などの穀物、コーヒー、家畜、塩、鉱物、石油、アヘンも生産されていた。コンヤ県には、トルコ国鉄が横断しており、 終点はスミルナまで続いていた。2011年に開通したトルコ高速鉄道のアンカラ今夜高速線の開業により、従来10時間以上かかっていた今夜からアンカラまでの所要時間が1時間30分となった。将来1時間15分に短縮される計画である。ありがとうございます。